勾配の客、吉川栄治。一口に赤くさえあれば勾配と言っているが、あの赤さも色々である。本当のシンクは全く少ない。かなり赤いのでも、鼻の顔を覗くと中はほの白くて、遠目にするとそれが炭鉱に見えてしまう。 しかし、真の勾配であれば、色はただの赤というよりも黒分けに近く、花芯のしべもごま粒の、もっと可憐なものに似ている。そしてまた枝を切ってみると、樹皮下の木目までが、まるで梅酢でつけた紅生姜か何ぞのように、真の真までほの赤い。 薄勾配も薄さによっては悪くないが、あの黒分けとも見え、また日に入るとその先光を艶めいて見せるようなのが、それも決して退寿でなく、姿は鏡越しの女ぐらいなとこが格好だが、町の庭には一本欲しいものと金がね願っていたところ、以前疎開していた吉野村の青年が、 はか,からずもこんなのがありましたがと、つい数日前、わざわざ花のついたのを持ってきてくれて、書斎の庭先に植えてくれた。聞けば花のついている時が、移植には一番いいのだそうである。夕べ夜,夜半に春雷があって、ひょうやら風が雨戸を打った。 だが心配していた非勾配は、今日もなおその剣や匂いを失っていず、机仕事の私の方へ、折々物を言いたげな様子に見える。それで思い出してきた。昔クルワの吉原にはこんな人がいた気がする。それが誰かは考えついてこないが。 心底花の心までシンクな女が、稀に帰ってあんな泥の中には咲いていたのだった。私は何も、私の宝刀流練を極めた若い日をわんがために、勾配を欲しがっていたわけではないが、春日の小庭の梅がしきりと話しかけてくるのである。あの人とかのおいらんと、 あの友人とかの女と、いろんなことがそこではあった。面白かった。信内流し、中野町のぞめ木、講師先の影絵のような男たち。そんな夜景の霧に濡れて、毎晩三死の友達とただ一回り歩いて帰るだけでも楽しかった。 あの中には人間の悪と色欲とを昇華させて、単にそれだけでも何かの思いに浸させる、吉原一角の煩悩芸術が、三百年来あったのである。それがなくなり、赤線の名さえ滅んでしまった日の後は、今どうなってしまったのか。 私も近頃のことはさっぱり知らない。だが言えることは、吉原も平家のごときものだった。あの平家物語の庶民版は、吉原にも随分あったろうにと思われる。そういえばこんなことが私にもあった。戦争も終わったばかりの頃である。 疎開していた吉原村のあばら屋へ、ある日ひょっこり珍しい客三人が訪ねてくれた。奥多摩の単線電車は殺人的なものだし、新中軍艦内の立川を越えるだけでも大変な道中だった時である。それなのに客は思いがけない人で、昔吉原の引き手茶屋で親しんだ中の、 芸者のエ太郎とセ子と、そして奉還の善行とだった。忘れも得ないのは、その折土産にくれた、橋場のせんべいの味であった。久々ぶりに引き手の朝のせんべい花漬けなども思い出し、この戦争中君たちは一体どうして過ごしていたのか。吉原も焦土となっただけでなく、 吉原病院のそばの池では何千人が死んだそうだが、霧砂の女将は助かったか、あの娘は死んでいないか、誰は彼はと、いやもうこちらは暇な疎開人だし、客は下町調子の活達な連中なので、半日余りは話題も尽きない。聞けば生き残った吉原の人々も、 例外でなく闇屋になったり露店を塞いだり、彼女らもまた終戦の巷で、寿司とも言えない握り寿司などを売って今日をしのいでいるのだという。しかしそれにしては皆カラッとしたものだった。吉原仇といったような一種の木立ては失っていず、奉梅たちや哀れな花魁の末路などに涙がたりの目は晴らしても、 また人をして腹を抱えさせるような改虐を交わし合うなど、少しも敗線ずれの風や、悪くべそをかいている姿もない。ただ明日は明日の風とばかりな明るい顔つきで、黄昏頃までたわいもなく遊んでいった。そして急に帰り品になってふと、またいつ会えるかと冗談まじりに、 本の扉でも何でもいいから、何か片見に書いてくださいよとせがむので、その時著書の端か彼女らの返しに書いたのかそれは忘れてしまったが、三人それぞれに、こんなことを書いてやったのを覚えている。戦闇ぬ。やぶうぐいすも泣きいでよ。えいたろうへ。 梅の戸へ、元吉原の女客、聖子へ、そして善光へは、私の句でない、それは立花明美の歌の、夕煙、今日は今日のみ立てておけ、明日の滝着は明日取りてこん。それから後、 私もうちぐるみ東京へい,いで、また彼女らの姿もママ何かの会で見かけたり、ふと歌舞伎の廊下であらと呼びかけられたりしてきたが、もう東京では彼女たちをあるところに荒らしめて、半夜を互いに語り楽しもうとするよすがもない。今の吉原は、八島壇の浦の跡のようなもので、 観光バスから割れがちにこぼれ降りるところであり、面影を忍ぼうなどは無理である。いや、なお以前の誇りに似たようなものを胸にしまっているらしい彼女らには、逆な恥じらいもあるのだろうか。ある時私が、終戦直後の橋場せんべいの嬉しかったことから、一度今の吉原へも行ってみようよと言ったら、 聖子も栄太郎も口を揃えて、およしなさいよ。来てくださんな。来てもらいたくないわときっぱり言った。以前から私は、女運というか極道運とでも言おうか。吉原の女で嫌な奴だと思ったのにぶつかったことがない。泉京花が日本橋の女を、 長井花風が玉のいの女を、あんなに愛しく描いているのに、吉原の女はなぜかあまり他の作家にも書かれずにしまった。みずみずしい吉原絢乱期の女は、江戸下作者の筆になる頃もう燃え尽きてしまい、僕らが初生時代に書いた吉原は、すでに古びなのカビの美でしかなかったものか。 だがそれでいてさえ、吉原の創設者庄司陣内からの色道芸術家の試みは江戸文化と結合しあって、無知な白明と言われる幾多女たちの上にさえ、一種の気質を作っていたと言えるのだった。例えば僕らの若い人いえど、一口に吉原と煽るところ、騙すところ、 怖いところの悪書と呼びなされていたものだが、私はかつて一度もそんな目にあったことはなかった。もっともいつだってスカンピンな書生だったせいでもあろうが、だからといって蔑まれたこともない。相方の女でも、僕ら書生がよく書物を古本屋へ売って遊びに来たなどと言うと、 五章本だけは売ったりしないでください。そんなお金で遊ばれると、私の罪が深くなるからと言ったりした。また歌舞伎狂言などで見ると、車のやり手というものは、必ず肉体なバーになっているが、それはあんなバーさんもいるにはいたが、私の記憶だとそうばかりでもない。 三十四五の年までお歯黒をつけ、小股の引き締まった下町風のおかみさんが通いできていたりするのもあった。おまきさんと言って、そうした色の小白い小柄な人を、私は江戸町の小店のやり手で知っていた。ある朝私が鼻緒の緩んだ小桁を引きずって車を出て行くと、 おまきさんもうちへ帰るらしく、後から私に追いついてきた。そして私がほどなく土手で千足町の方へ曲がりかけると急に、うちへ寄ってらっしゃいよ。私のうちすぐそこの田中町だからと立って進める。路地裏ではあるが小綺麗な下田屋で、正月だったのか二階のこたつに小火鉢を寄せ、 ふんだんにお餅を焼いて食わせてくれた。子供の勉強机が隅にあった。それに目を向けているとおまきさんが、吉川さんもまだお母さんがいるんでしょと聞いた。いると答えたら、そうと言ったきりだった。いや何かもっと言ったのだろうが、別に意見めいたことでもなかったから忘れている。 ただ覚えているのは、帰ろうとしてドマの下駄を見ると、私のぺしゃんこな汚い駒下駄の鼻緒が、いつの間にかちゃんとすげ直してあったことと、吉川さんこれと言って、電車の切符を二枚、巾着の中からちぎって渡してくれたことだった。後で電車のつり革にぶら下がりながら考えてみると、 私がおまきさんと土手で別れかけたとき、先祖町の方へ行こうとしたので、おまきさんはすぐその方角から見て、電車賃もないのだなと、私の懐や朝飯のことも察したものであったらしい。私はそれっきりおまきさんの勤めている江戸町の小店へは近寄らなかった。おまきさんも私の姿を見ない方が、 何か屈読をしたような気がするだろうと、勝手な一人決めをしていたのだった。やり手と呼ばれる女のうちにも、こんな人もいたのである。話は飛ぶが、庭に勾配をもらったつい数日前の早朝だった。山品の果十字のほとりにいる大石純教二が訪ねてこられた。 この人は十七歳の時から両手がない。今年七十歳である。それでいて無手同助像と言って良いほどその小作りな老人ぶりは、にこやかで美しい。口で優雅な字を書く。また絵も書く。かつては某画家の妻にもなり、子を産み、 また別れては寄せに出るなどの数奇な運命を生き抜いてきたという。古い明治末期の新聞の社会面を賑わした。堀江の六人殺しのそば杖を食って、ただ一人奇跡的に生き残った当時の芸名妻吉さんが、この準教二の前身なのであった。近頃常岡一郎氏との共助で、 無手の幸せという一章をこの人が出している。その中にヨネちゃんという幼な友達のことが載っている。彼女もまだ両手もあり、舞妓の妻吉と呼ばれていた頃の友達だった。それからの地域家に会い、ずっと年経てから偶然に、二人は吉原の達稲弁論の引き付けであった。 その頃の文筆家沢田武将、松崎天民、それから芸界の若柳吉蔵、市川増蔵、仙台桜川善光といったような人たちが、妻吉を東京へ連れてきた折のことである。一晩吉原見物をと言って上がったのが前述の達稲弁論で、 幼な友達のヨネちゃんが瀬川と言って、達稲のお食を張っていたのであった。こんな劇的なことから、彼女はヨネちゃんの瀬川花魁のもとへ、男のように通い詰めた。随分噂になり、怪しまれもしたことだろう。しまいに事情もわかって、特に老手の嬢で、 姉妹としていつでもあげ台なしに会うことが許され、お互いに白明な身の上を慰め合っていたという。それほどにお米ちゃんの囲碁の追い立ちも、悲運な経路であったものらしい。だからもとよりこれというほどな教養のある人ではなかったろうが、この瀬川蘭は、逆境の中から自然に得たような、 車に似合わしくない定感をどこかに持っていたそうである。古風といえば誠に古風な花魁で、一級全士の相方を思わすほどだが、兄弟長火鉢赤い座布団などの艶めきに酔う自分の部屋の隅に、小さい観音像を置いて、朝夕拝んでいたという。 大きくゆい上げた縦標語の黒髪に菌糸を垂らし、紫かのこの白い襟元に、お白いやつれを覗かせているくがいの姿は、なんともいじらしい人に見えたという。こういうおいらんなので、遊郭へも物心で接していたと言っては言い方としておかしいだろうか。とにかくよく客に勤めるので、 老一番のお食ではあった。だがまた深入りをする客や、若い優等時には意見をしたりしたそうである。そして自分の不幸も不幸としないで楽しむことに心がけ、女の習い事を何くれとなく日常をいしんでいたという。何か、世の男どもの修羅盲衆を慰め救うために、 仮に女と生まれてきた菩薩家なんぞのようではないか。明治四十何年かの春の暮れ頃までは、なお達意な弁論にいたと聞く。そんな一女性が、それから先一体世間の中でどう暮らしていったのだろうか。私はそのことに興をもって、準教にとお会いした朝聞いてみた。 すると、淳教二の話では、その後、仇の人に引かされて、つい戦争中の頃までは、阿佐ヶ谷編に老後の世帯つつましく暮らしていたそうである。そして今はもう亡くなった。けれどただ、未だに面白いと思っているのは、と淳教二が付け加えた。 そのお方に引かされて仇になられましたやろ。そしてな、私がそのお家を訪ねて行きましたらどう思いやす良よいお苗木さんにならはった瀬川おいらんが、私へ一番先にした挨拶が、こう指を使えて、お初にと言い張りましたんだっせ。本に初めてお会いしたみたいに。 現代の女性のうちにはもう全くないものである。古い女の典型としか笑われまい。けれどその世代の中では、お米ちゃんのその挨拶には実に真剣なものがある。女の生き方、人生の割り切り方にも心情日がある。お初には面白い。 吉野太夫と肺や上液に当てはまりそうな話である。稀だろうが、女にも眼畜があったと思う。ところで果実、伊東行きの列車で一緒になったコンちゃんの話がまた思い出されてくる。心安立てについコンちゃんなどと言ったが、今秀美氏のことである。 この話はコンちゃんとしてでないと味が出ないから、それで勘弁してもらう。つい先々月頃のこととか、そのコンちゃんが未不相応な大臣遊びをやってしまった。吉原でである。なお念のため断っておくならば、今日の吉原でだ。はまき好きな大磯の親父さんから、 これはコンちゃんの釈言で、つまり大磯の吉田前首相のことであるが、葉巻のいいのが入った。タバコ好きのお前にも分けてやる。取りに来ないかとの頼りだったそうである。ことの発端以上であった。葉巻はもらったのかもらわずにしまったのか、話の筋からは消えてしまう。 要は今、吉田の両所ともウイスキーの耐水に、半日半夜を砲弾に過ごしてしまった。吉田さんは強いのだそうだ。いつまでも崩れないカンカンかかたるものだったらしい。コンちゃんはもうわからない。這、はい上がったのが自分の家とわかり。 送ってくれたのが石井三次郎夫人と分かっただけだった。しかしこれは珍しくも何ともない。ことは数日後であった。石井夫人からの電話では彼もドキッとしたらしい。本当にあなた、吉原へご案内してくださるおつもり大磯ではとても楽しみにしているんですのよ。 そして早速日を決めようっておっしゃっているんですが。え何か僕が約束したんですかあら、おっしゃったのよ。政治家のくせに吉原の果ても知らないかって。そして僕が連れて行ってやるって。言ったのかな、そんなこと。取り消す、謝る。いや、言ったのなら僕だって男ですよ。 連れて行きますよじゃあ何日日はそっちで決めてください用意は僕がしておくからこんちゃんの当夜の体現ぶり思うべしであるまた忙しいのになんとご苦労様なことでもあった昔なじみの桜川三光はまだ吉原に達者でいる 席を頼むと、以前の引き手茶屋でも聖老でももちろんないが、松葉屋なる名だけは、看板を変えて残っているという。日置きしてさあいらっしゃいと、大磯と石井夫人を招待したものである。ところがたまたま吉田さんがこの催しあるを、久原房之助に話したらしい。 すると、クハラロウも、吉原という戸籍へは自分も三十歳ぐらいな時一度行ったきりで、以後の変遷も見ていない。ぜひ行きたいもんだなとのことで、すでに吉田さんからおいでなさいと誘ってある。挙句になおちょうど石井夫人の福三次郎氏も、アメリカから帰ってきた。 そいつは面白い俺も行くと来てしまった。お大臣はびくともしない気でいたが、こ人数は増えるし、しかもお客は全首相、くはら石井と聞こえたので、吉原では子は何事かと思ったろう。今は奉還という職名もないだろうが、桜川三考氏も、 一世一代のような寒風を覚えたことに違いあるまい。当日席はもちろん昼である。昼ながら松葉屋の二階では、ぞめきというあの吉原林の特有な太鼓や鼓、三味線がかき鳴らされ、詳しくは聞いてないが、 おそらくは教科が教科町を凝らして開かなかった中の反玉や姉さん姿も並んだであろう。そして島原の菓子の式まがいに、オイラン道中の紛争などもお目にかけたのではあるまいか。とにかくお客の年齢でいうと、九十いくつ、八十四歳、七十五十、 他合わせて四百余歳という福禄寿の画縁みたいなものであったそうだ。その上図らずもざまで聞かれたのが、御前様と呼ばれる方でもすっかり忘れていた前時代語であったそうな。近頃愉快極まる主形であったにはそういない。吉田さんもら原郎も、面白かったなと子供のように喜んで、 無事にというもおかしいが、無事に帰ったそうである。伊藤行きの列車中の退屈も、私は彼の話で笑わされ同士で、近来になく何とも豊かな幸福感になっていた。だがその後がちとしょんぼりなのである。こんちゃんがついついでに漏らした腹痛だった。 当日の会計はもちろんコンちゃんの家へ届いてきたさすがその額ここではお首にも言わないだが車窓に持たれていたコンちゃんの顔には夕日が当たっていたせいか暑いお風呂の中で我慢している人の額みたいな色が見える「なにね大したもんじゃありませんよ」 今の吉原だって方はないしさ、酒場で正気を失ったほどでもありませんからね。とそう言ってるだけに、なおさら不憫な友情を密かに禁じ得なくなる。明治の女性はよくこういう我慢会みたいな真似をして、後で目を白黒させたものである。だが現代の作家こんちゃんに、 そんな異物の気質がなお残っていようとは、思いも及ばぬことだった。前首相、前財界の優、現大臣の大物三脚を招待して、時は奈良も、気分の世を去ること二百四年ではあったが、たとえ半日でも、吉原の吉原残照を色めかせたというのは、 大した我慢強さだと言ってよい。それの腹痛有能せいか、次の日の川名ゴルフの三者の会では大いに振るわず、大岡昌平やら石坂洋二郎にピースを取られて、その日の夕食にも顔を見せず、聞けば早くも湘南の自宅へ帰ってしまったとのこと。そして未だに近来は、 机にいる日が多いように聞いている。定めし奥さんやお嬢さんだけには喜ばれているかと思う。昨の夜半の春雷とひょうの音も、彼は机で聞いていたであろうか。そして今日の春日には、また彼の一芸のうちである焚きぎわりでもしていることかもしれない。 古い女をとかく笑うが、男の中にもおかしなものがまだ生きている。そして吉原はない。赤線もない。ないかのようにすべて見える。変遷に変遷してゆく店舗だけが意識にある。だがこうして庭の勾配を頬杖ついて見ていると、 勾配の深さは何かへ抵抗しているみたいに、あくまで深紅であった。明治の色とも変わっていず、その幹を切っても、幹の芯まで赤いのだから不思議でならない。